部下が迷惑をかけて申し訳ない。いやはや面目ない。何、ほんの三日三晩ほど飲まず食わずだっただけで。着るよ。北条みなぎくん。要するに一番安上がりですのね。でもいい匂いしてる。なぜかあんたに言われると異様に屈辱的だわ。重要な連絡事項だ。今日本社監査部の人間がやってくると連絡があった。当然我が苦情処理課も監査の対象になりうる。そのためくれぐれも本社の監査員に対して粗相のないようにせねばならぬ。この意味は理解できるな。
頃からちゃんとしていれば問題ないのに。まあまあカレンちゃん、大人の世界はいろいろあるんだよ。そういう安易な妥協がいけないんです。私がここの課長になったら正義なき構造改革を断行するわ。カレンちゃんならもっといいポストに就きそうだけどな。前にしてはまともな受け答えだったな。食欲がなくてね。どうなのかな。え？だって間接キスに。
機管理能力 D ランク。その通りだ。監査部の意向で今年から突発的な危機への各人の対応能力も査察されることになったのだ。戦闘系のお前が D ランクでは我が科の教育が疑問視されてしまう。まったく。確か。あなたはネギラーメンの人。本社監査部の宇賀美君彦だ。よろしく。宇賀美さんは一月ほど我が支社で監査業務に当たられる予定だ。何かあったら協力するように。おや、君は今朝の恩人じゃないか。そういうことだ。今朝助けてくれたことについては改めて礼を言おう。もっとも先ほどの査定に手心を加えるわけにはいかないがね。君彦様はお仕事に私情を持ち込んだりされませんの。ありがとう。二人とも、彼も分かってくれたようだ。君彦様。よしてよ、照れくさいじゃない。うん、息がくすぐったい。カスミとシンシアのことか。ほら、二人とも自己紹介してごらん。ウリュウカスミよ。シンシアシュレイゼル。二人とも有能な僕の秘書だよ。
そうさ、個人秘書、ボディーガードも兼ねてもらってるけどね。さて、そろそろ次の部署に移動するかな。また会おう、北条みなぎくん。うん、北条、話がある。も承知しているかもしれんが、近頃富見黒住町の治安に問題が出ている。このまま放置していてはエリアを管轄する我が使者の責任が問われることとなるのは理解できるな。黒住町から治安に関する苦情も多数課に届いている。その中で辻斬りに関する苦情が寄せられている。これは正規の苦情として我が課に寄せられたのだ。みすみすよその部署に手柄を渡す義理はあるまい。ところ辻斬りの姿を見た者はいない。だが住人の間では特定の人物が辻斬りとして夜陰に乗じ殺人を繰り返していると噂になっている。事実数箇所の決まった場所でこの1週間に似たような殺人が頻発している。存在は放射サイドとしては確認できておらん。今のところ辻斬りとの関係は不明としか言いようがない。今夜から諸君らには夜間時間外勤務についてほしい。なんだね、朝霧くん。どうして私をこの作戦から外されるのですか。納得いきません。いや、しかし君は。カレンちゃんが危険な現場に出る必要はないのよ。それは私たち戦闘系の役目だもん。私は自分だけ安全な場所でぬくぬくと過ごすつもりはないわ。課長、私もこの仕事に加えてください。それは許可できない。どうして。君は多くの人間に将来を嘱望されておる。君の身を危険にさらすことは上司として許可できないのだ。何よ、あんたまで私をお姫様扱いするの。